はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。さあ今回なんですけども、北浦大橋、こちらのね反対側来てます。いつもはね向こう側でやることが多いんですけど、今回はですねこっち側に風が吹きつけてるよねということで、1ポイントにつき1つのゴミ拾いということで、この謎のペットボトル拾います。かなり久しぶりに、ゴミを拾ったと思います。もうしんどくてね、釣りもね本気でやると大変ですよ本当になのでね、皆さんゴミ拾いのご協力お願いします。こんな感じでね、もう川という川はねもうやばいっす、全国的にやばいっす。さあということでやっていきます。風がねこっち吹きつけてるんで、まあ釣れないかなっていう話ですね。ただちょっとこれからなんですよね、14時ぐらいが一番風が強くなるんで、なのでちょっと微妙かなっていう感じですけど、まあ水深も1メーターぐらいで、まあ砂底ですね、ジョリっていったということで、ハイカット DR リアルプリントのワカサギカラーですね。まあちょいちょい一応硬い物質に当たるんで、まあそういったところから、外れたらプンって外れた瞬間にねゴホってくるんじゃないかなって。たまにねゴゴンってこうなるんだよね。ただちょっと風弱えな、ほんと吹くのかなこれ。4メーターとか5メーターぐらい吹くらしいんですけど、本当にそんな吹いてくれるのかちょっと不安になってきてる。ただねやっぱりちょいちょい沈んでていいっすね。おお、テトラかなんか沈んでる、あテトラ沈んでるんだ、やっぱりテトラがねちょいちょい沈んでますね。ゴリゴリってなったもんね。さあ皆さん頑張って乱眼してますね。まあ言うてもねあるだし全然釣れそうではあるんだけど、ね、こういうテトラがね入ってるんですけど、このねテトラが入ってる角っことかね釣れそうですけど、ちょっとね先行きますか。釣れそうっちゃ釣れそうだけど、ここら辺までテトラ台、あれ風が微妙すぎちゃうなこれ。やべどうしよう、微妙だよ。こういうところっすね、風が向こうから当たってて、ここにちょっと三角コーナーじゃないですけど言い方みたいな、シラウオです、 DBUMA ですね。ジグヘッドが 0.6g なんで、もうほぼ放置です。もう中層で放置するぐらいがちょうどいいみたいな。まあ浅いですよねやっぱりね、とりあえずは。ただまあシラウオとかワカサギとかね食べるバスが刺してくる場所といったら、やっぱりこういう地形もね風も利用して魚がね刺しやすいところ。まあ地味なんですけどね、ちょっとここまで風が吹かないと、風もベイトも足りないような状況だと、とりあえずねこういったところってやっぱりバスは居ついてると思うんで、1、2匹ぐらい曖昧ですけど、なのでそういうねバスも視野に入れていかないとちょっと釣れないと思うんで、まあね徐々に風吹いてきたんで、まあいいんじゃないかなっていう気がするんですけどね。まあただまだ甘いかなっていうね、風が超吹いてるのであればね、こういうインサイドというか内側もありなんですけど、ほぼほぼもう居ついてるバスがいたら釣りたいな程度でちょっと今探ってます。水深浅っ、
体的にむっちゃ浅いね。超シャローだ。風がね吹いてきたタイミング、ジョイクロのフローティング、単純にねこういうでかいルアーの方が呼ぶ力が強いんで呼んでいただきましょうという。まあただこれからなんだよね、時間帯的にこれからなんで。はい、ここでラストかなということでやってまいりましたけども、風が足りない風が足りない。さっきの場所のは風吹いてたな。すごく微妙ですね。ということで夢を求めたいので、とりあえずジョイクの145ですね。ここまでねちょっと微妙だと、ジョイクの128がね白いカラーの白魚っぽい、ワカサギっぽい、そういうナチュラルなカラーがあればいいかもしれないね。さあ、まあ、こっちのかげ側ですね。まあ、言うてもね結構そのこういう場所はねコンタクトしやすいと思うんで、ジョイクロならね一応水を切り裂くハードルアーではあるので来てくれないかなって思ってるんだけど、すげえ良さ、すごくね、すげえ切ってない、すごく良さげですね。いいねいいね、吹いてきた吹いてきた。いい感じで吹いてきましたね。うん、はい、ありがとうございました。ダメでしたなんですけどね、いい感じにね風がやっと出てきてくれたんで、もうここからねちょっと、本校エリアでのウィンディサイドゲームをねちょっと楽しんでいこうかなと思います。本当ねいつも釣れない動画ばっかりで申し訳ないですね。一発出てくれることを願います切実ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。